でも、こう、道路とかにしてる人は結構目立ってね。じゃあ、内容なので、まあ、楽しくやりましょう。俺の考察が濁ったりしてさ。なんでこれ、初音完璧なのにこんな、こう、変なチャットを渦んだろうっていう。役職をお選びください。わけわかんないタイミングで打つとかさ、相手よりも1分も2分も大げんで打つとかさ。余っている役職がランダムで振り分けられます。なんでなんだろうなっていう。って感じると、2000に見えちゃうんだよ。霊能者。わかんない。どういう理由でその、あれなのかがわかんないんだけど。その理由さえ言ってくれればまだわかんないけど。ちょっとトイレ行ってて、チャット図の遅れましたとかでも何でもいいし、ちょっと親フラで、親が来てたんで、ちょっとチャット図のが遅れましたでも何でもいいんだけど、何で言ってくれればわかるんだけど、何も言わないのね、そのチャットが遅れてる部分。そうすると2000人見られちゃって。発言をちゃんと捉える人もいれば、発言、俺みたいな人も世の中にはいるってことだよ。発言、よりもできることをまずやろう、やってほしいっていう人もいるわけだから。夜が明けました。発言だけの精査だけしてる人もばっかりじゃないからね。昨夜は誰も死にませんでした。うん、ファッションだとか。発言ターンに入ります。スピードとか、そんなのも、いろいろ合わせながら見てる人もいるから。うん。はい、おはようございます。村人陣営です。特に役職しようはありません。まあ、初週の一番初めということで、思うところをお話しします。うん。まあ、まず、このゲームは、やはり、まあ、話をして、その中で、まあ、あるいは白いタラが黒いっていうのを上げていくゲームだと思っています。まあ、こうやって、ちょっと、理由をですね、まあ、上げることが、大事かな。それが占い師さんにとって、まあ、占う材料にもなるし、ということで、それを、まず、心がけていきたいなと思っています。まあ、ちょっと盤面的なことは、ちょっと、まあ、後ろの方にお願いしたいと思います。まあ、よろしくお願いします。7番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。SGC の村人は残して、白狼を釣りたいですね。白い人を残して黒い人を釣りたいですね。どうでしょうね、6番さん。もはやよくわかんないです。もはやよくわかんない。何を言いたいのかがよくわかんない。言葉がまとまってないような気がして。なんか言いたいことが伝わってこないので、なんかね、ポイント多分、ね、まとめてね、話した方がいいと思うわ。いろいろ言いたいのかわかんないんだけど、なんかよく伝わってこないんだよね、6番さん。なんか一つでいいから、なんかこう、なんか話した方がいいかもしれない。俺がちゃんと聞いてないのかわかんないんだけど、よくわかんない。なので、まあ、2周目、したいってとこですね。別に白とも黒とも判断できないです。はい。まあ、黒い人、釣りたいと思ってますね。ああ、まあ、だから黒い人はね、黒くなってほしい。もうそう思ってます。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。6番さんに関しては、ちょっと聞きづらかったので、ところどころ切れて何を言ってるのかが、伝わりにくかったので、システムの問題であれば、この後タスを切っていってほしい。7番さんに関してはいつも言ってることなので、何も色落ちがないというような形ですね。はい。なんで、僕も6、7に対して精査を作れないので、僕の色を落とすこともできないというところですね。で、安易にここで進行論っていうのも手なんですけども、まあ僕はね、ちょっと人狼ゲームにね、おけるちょっと心構えっていうのをね、言いたいんですけどね。命をかけてるっていう。村ってね、マジっすかなんか嘘もつかないし、本当のこと言うだけやから、偉いって勘違いしすぎなんですけど、本当に偉いのは嘘をつかなければならない狼側なんですよ。村が偉そうにするんじゃなくて、狼。9番のプレイヤーが発言します。六白です、六白。6、ランダム白です。ハークお願いします。はい。そうですね。最高、占い師さん出てくるのかわからないですけど、確定人外なんで、私的には釣りたい。狼が偉いって言ったはずは、うん、意味わかんないんだけども。まあ、盤面、霊能者さんに関しては、まあ、2周目で出るのか、意味わかんないんだけど、だからといって白か黒かわかんないんですけども、うん、岸さんについては、ああ、俺あれだね、わかんないからね。まあ、先行でいいと思ってます。今日は、独裁大生は引けないね。独裁大生は引けないわ、今日はちょっと。いいかなって思ってます。はい、それは持論です。はい。
で、直近の7番さん、はい、色落ちしませんね。うん、だるい感じが伝わってきました。で、8番さん、そうだな。そうだね。狼さん、辛いよねってことで、あなた狼さんですか？1番のプレイヤーが発言します。はい、4白です。僕が占い師ですね。ってことで、9番が、確実に黒。で、6もちょっと怪しい路線になりました。霊能は幅を狭めるために出てきてもいいのかなって思ってます。騎士さんはそのまま潜伏で、僕を思っていただければって思います。今までの発言なんですが、6番さんが、システムとかじゃなかったらちょっと声が小さい、自信がないっていう点でちょっと怪しいなって思います。7番さんは、そうですね、いつも、まあ、自信があるような、まあ、だるいと言ったらあれなんですけど、まあ、曲がらないなと思ってます。8番さんに対してはなんか人狼ってちょっと言い過ぎかなと思ってちょっと怪しい気もするんですよ。なんか忘れたんですけど、なんか一つなんか気にかかることも言ってたんで、それについてなんかあったら教えてください。2番から小安さんの話を聞いて、またどれこがグレーかどうか、また急ずりは。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。特に必要ありません。現状、20番目ですね。上から増えていくと、まあ、6番さんっていうのは確かにちょっと声聞きづらくて、かつ話の内容も確かにまとまってない印象を感じてた。で、7番さんってそこに引っ込んで、なんつうかな、7番さんは何か一つ要素を見せろよっていう感じは、なんていうのかな。これはまあ印象論だけど、なんか黒塗りするために探しているというよりは、なんか村要素を探してるのかなっていうふうには、まあ、感じたかな。だからちょっと7番さんの印象は良かったです。で、8番さんに関しては、まあ信仰的な問題だけど、まあこうね、村だから偉いみたいな感じっていうのはね、良くない。ね。むしろ狼の方がっていうのはわかるよ。ただ一番かっこ悪いのは外した村だからね。それだけは覚えとこう。皆さん恥ずかしい、恥ずかしくない村に当てましょう。91はわからん。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営でした。で、9番と1番が占い師で、9番が1に白、1が4に白を把握しました。まあ、村人なので、村人陣営なので、まあ、特に言うことはないので、印象を切っていきたいと思います。6番さんは聞き取りづらい。で、何言ってんのかよく聞こえませんでした。だから2週目から聞き取りやすいように話してください。7番さんは色落ちがない。8番さんは役職を言ってないので、わからないんですけど、まあ、ちょっと怪しいかなってグレー目で見てます。91は、まあ、どっちが人狼なのか分かんないので、とりあえず2週目で考えていきたいと思います。まあ、2番さんはね、2番さんも色落ちないです。はい、4番さん回します。4番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。1番さん、9番さん、占い師、把握です。1番さん、白出し、ありがとうございます。で、9番さんが、6番に、白出し、把握です。自分は村人でした。村人なんで、あまり言うことがないんですが、皆さんの印象に触れていきたいと思います。始まった順から順番に申し上げると、6番さんなんですが、特に印象はあまりありませんでした。印象あるとすると、ポツポツ途切れ途切れだったかなって感じですね。で、7番さんも特に、黒要素は、自分が見る限りなかったですね。で、8番さんはちょっと身分がもうちょっとし、9番さん、じゃあちょっと喋る時間ね。ごめんなさい。5番のプレイヤーが発言します。自分、占い師で4番さんにランダムシロ出ました。把握お願いします。で、まあ、この場面で9番さん、1番さんと私が、3占い師ってことなんで、私はもう1番さん強人じゃないかなって今見ています。
で、9番さんは、もう先に発言されてる人を白出しなので、まあ、人狼じゃないのかなって。で、1番さんが先にちょっと4番さんに白出しされちゃったんですけれども、まあ、私この盤面、占い師ローラでいいんじゃないかなと思います。岸さんはまだ出なくていいと思います。霊媒師さんは出てほしいです。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、6番です。よく聞き取れなかったということで、気をつけます。そうですね。占い3人の盤面ということで、占いのローラーってことになるんだと思います。どこから行くかっていうところ、そうですね。まあ、皆さん特に話してる印象は、あれだな。なんか9番さんが、あれだな、なんかその、妙に余裕がありそうな、こう、感じを話してたのが、まあ、逆に怪しいのかなっていう印象。なんか、1番さんは、ちょっと追加しました。1番さんは割とスラスラっと言ってる、話してる印象があった。まあ、それは5番さんもなんだけど、ちょっと5番さんが最後に出てきた順目っていうのがちょっと気になるところはある。ちょっとね、1915だったら、でも、すみません、ちょっと、わかんなくなった。7番のプレイヤーが発言します。そうですね。9番にしてたよ。9番すらした人でしょ？多分5番のが真なのかわかんないけど、9番すらした人だよ。あんなに例の俺が真だよ。9番っつって。何色が見るよ。多分5番が真なんで真じゃないかなと思うんだけど。狂人か何かかな。俺逃げたってことは。狼の可能性もあるんで9番の色見させてね。何か言うことあるかな。まあ、占い師で出て、占い師の話してる人がいきなりレースらしましたけど、どうやって死んで見るんですかって話なんだけど。もう俺これ以上言う必要ないんだけど。で、俺が霊能者で出てから、俺にも全然気づかなかったけど、いつ出たかわかんないんだけど、スラする人だったらもうとっくの昔に俺よりも早く出るでしょ、6番の位置で。みんなわかる言ってる意味が。単勝になったらやべえと思って出た人と、ちゃんと6番の位置で出た人って、どっちが真か、マジでわかる？もう9番全員投票でいいレベルだけど。もうこれ以上、俺はもう何も、グレー生産もしなくてもいいぐらいのレベルだと思うけど。これでもしなきゃいけないの？っていうぐらいのレベルだけど。いたらわかんじゃん。もう逃げのレースらしてる人と、本当に心霊能でやってる人って、これでわかんない？以上。8番。のプレイヤーが発言します。はい、ナンバー8 DJ 山本です。はい、そうですね、7番さんと9番さんが霊能が出て、1番さんと5番さんが占いに残って、4番さんが確定の城と、はい、こういう状況ですよ。6番さん、はい、まあ突然に変わられたらよくわからなくなるのも仕方ないんでね、把握してくださいね。はい。霊能に関してはね、僕は9番を釣ろうと思ってるけど、もう、精査はいいです。グレーと占いに精査しましょう、皆さん。もう、7級がどうだからどうだっていう発言ね、コーナーと控えてほしい。霊能に関してもね、ひたすらグレー精査をしてください。はい、グレー精査伸びる方を、残したいと僕は思ってます。はい。なぜなら釣り切るので、はい。釣り切りますね。はい。まず、占い1番、5番に関して言うと、5番の方が新名。5番っていうのは3週目に出てきてっていうところで、 5番の興味なんか全くないし、やっぱり3週目に出てくるって占いが真のケースって多いんですよ。はい。
潜伏しとこうっていう狼だったらね、占い出てるしっていう思考になりがちなんですよね。シンメトリーに来た狼っていうのもたまにはあるんですけど、まあ、五は新ベースで考えてますよ。はい。で、その後、2、3、6と、何かどちらか、誰かが繋がってるというところですよね、1番と。まあ、そこに関してで言うとね、すいません、グレー精査しろって言ったのに分かんないです。はい、筋肉少女に任せます。9番のプレイヤーが発言します。私、霊能者ちょっと匂わせといて、2周目で出ようかなと思ってて、ずらしたんですけど、7番さんが対抗出たんだね。うん。まあ、ここ、強人だと思ってるんで、占い師に人狼出てると思います。うん。まあ、私、今日は7行くんですけど、うん、グレーセンサー。こんな色落ちあったかな。3番さんは印象いいかなと思った。なんか、みんなに触れていたし。3番さん、私は印象いいです。はい。それだけ言っとく。はい。7番さん入れてください。霊能釣り切りです。1番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、5番が強人か人狼ではあるんですけど、僕的に9番さんですかね。すらしたんですけど、なんか、村を伺って、言ってるんやったらまだね、占いってやってみたらまだいいんですけど、全然占いを装った理由がまずないんですよね。そういった点で9で7が真かなって。まあもうほぼほぼ確実ですね、これは。はい。ってな感じで、で、その後こう、を、釣るか、行った方がいいんじゃないかなと思う。とりあえず、まあ、7は間違いないですね。7間違いなく真ですね。9がで、黒。で間違いないかなって思っております。で、僕的にちょっと怪しいのは6ですね。6も結構なんかグレー要素が強くって、すごい発言が曖昧なところ。2周目、ね、2周目はもちろん、1周目がみんなから、聞こえてないって言われてるはずなんで、もっと強く言うべきかなと思うんですよ。自分の主張、考察を。それでも、1周目のね、村人陣営の人とほとんど変わらない発言なんで、6もグレーかなって思うんで、6にも入れる要素はあるんじゃないかなって思っております。印象的に言ったら、まあ3番さんは、まあ色落ちがないっていうところで、まあグレーか白か黒かはつけづらいですけど、まあ印象は良かったですね。はい。8番さんも考察がすごいできてるなって思いました。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。現状、一郎、旧強人で見てます。理由は、9番さんの最初の白、足し位置って6番さんで、まあ一周回って、まあ3人か、3人話して、やっぱり6番さんって多分釣り位置になりかねない発言だったと思ってるんだよね。そこに白を打ったから、俺は結構強人目あるなと思ってた。で、1番が出てきて、5番が、4に白出し。うん、この構図を見て、1番さんってさ、7級がほぼ新居、7新って置いてて、5がローだよね。5がローで、まあ、あの盤面ね、まあ、3CO であったけど、グレー詰めになる可能性もあるし、なんていうのかな、占い結果が新がどんどん落ちていけば、グレー行くわけよ。そこで、なんだろうな。5番をわざわざ隠し色にするかな。6番っていうちょっと弱そうな狼がいるのにね。だから1番って6番の単体の黒要素は拾っているけど、5、6っていうつなぎ方を全く見てないのは、新っぽくないなって思ってますね。7級に関しては、まあ、9が、7から行ってね、釣り切りますって言って、まあ、わかるけど、ちょっとそれは死んではやだなと思ってます。7番の偽要素をあえて言うんであれば、なんかね、チャットのね、霊能者潜伏っていうのがね、
なんか対抗出てくるの分かってんのかなとか思ってるかな。霊能って言えばよくないって思った。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。7と9が霊能出てるんですけど、私は7番が神と見ています。なぜかというと、9番さんは最初で、なんだっけ、占い師って言ったのに、なんかすらして、なんだっけ、霊能って言ったから、なんか、なんだろう、怪しいっていうか、まあ、9番さんはグレーに似てます。そして、1と5なんですけど、まあ、5番さんがちょっとグレー、で、1が C。まあ、とりあえず今日は、9釣りでいいかなって思ってます。はい、じゃあ4番さんに回します。4番のプレイヤーが発言します。ちょっと接続が切れてしまったりして、ちょっとは声が聞こえてるかどうかわかんないんですけど、聞こえてたらチャットでちょっと教えてもらいたいですね。聞こえてますかね？あ、OK です。で、3番さんに便乗するような形で申し訳ないと思うんですが、自分も、7番さんを霊能者として真に見ています。理由は、まあそうですね、9番さん、そうですね、すらしたんで、ちょっと、怪しいなって、自分の中では思いました。で、占い師に関しては、1番さん、5番さんなんですが、自分は、5番さん信じたいなって思いました。5番さんが、新芽取れてるかなって思いましたね。今日は、あ、ちょっと時間なくて申し訳ないんですけど、今日は、急釣りで行きたいな。5番のプレイヤーが発言します。そうですね。私も、9番狂人、1番、人狼と見てます。そうなってきたときに3番さんが1番さんを信じてみた時点で、まあ私の中で1番と3番さんのラインがちょっとできてるのかなっていう印象です。で、8番さんに関しては、まあ、ちょっとわかりやすい説明だったので、印象良かったです。で、私も7番さんの方が、まあ、新芽取れてるかなって思うので、ちょっと9番さんの、自分が霊能だったら、あの場面だったら、パッて出ちゃうので、ってなったら、まあ、9番さんの新芽はちょっと薄いかなって。なので、まあ、今回霊能すらってことなんで、まあ、私は9番さんに入れたいと思います。以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。私はただの石、私はただの石、私はただの石。まだ占いに出てた。投票が終了しました。可能性を残してた方が追放されるプレイヤーは9番の遺言を発表してください。遅れでチャット誰でも。いや、満場一致なん。ひどい。いや、まあ、俺と同時ぐらいだったらよかったんだよ。多分俺よりも遅れでかなり遅れ。俺見てないんだけどかなり遅れ。解いてくださいとだけ。前もってやろうって決めてた人のチャットじゃないんだよ。前もってそれをやろうって思ってた人のシャッターならば私、霊能だったんだけどなぁ。狂人が何かでしょ、もうツラルにかかってる。まあ、明日7釣り。冷静をしようっていう風な人のシャットじゃないっていう。皆さん、ひどいって感じです。もともと冷静をしようっていう人の感じじゃない。明日7番さん絶対チャットで見てるのもわかるでしょ。ただ、はい、これやってないよね。狂人残したらあかんです。はい。以上です。俺じゃなくてもよかったんじゃない？夜が更けました。むしろ。人狼に気をつけてください。9か1か、まあ、まあ、5神で1やべえと思って、まあ、9、1しか押さねえし、俺も、9、1の乱で提示するつもりだったけど。
これまさかね、ゴールで出てるかもしれない。わかんない。慣れてないからなために。あんまり意図せずに出てる。昨夜追放されたものは人狼でした。よく黒だわ。あ、そうなん。あ、そうなん。あ、じゃあゴーってわかんない。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番、5番のプレイヤーが発言します。まあ、1番さんと3番さんのラインでちょっと私見ちゃってたので、3番さん占いました。で、白でした。まあ、その、まあ、自分の中では、ちょっと4番さんちょっといなくなっちゃったんですけど、まあ、3番さん白なんで、まあ、こっからグレーつっていきたいところなんですけれども、確実に1番さん、もう私から見ると人狼だと思うんで、まあ、心配だったら、最初に、まあ、915の、精査でも、私はいいと思ってます。で、7番さんのちょっと神明の方が、私はちょっと強いと思うので、まあ、釣り切りっていう方向なんであれば、まあ、それはそれでいいのかなって思いますけど、皆さんの意見聞いてちょっと決めようかなと思ってますが、私は1番さん行きたいです、今日。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、6番です。1番が私に白。で、5番が3に白。どうなんですか？これ、霊能ロラなんですか？そうだな。それか、もう、占い師どっちかを決め打つ盤面？こういう時になっても伸びねえのは、そうだな。でも、9黒だもんね。7番のプレイヤーが発言します。9番黒。1か5に、まあ、新ローロ？狼が2級占いに出てるって考えるんだったら、ロラすればいいけど、新境しかないって見たら、8か2を釣って、俺を決め打ってくるんだったら、8か2のどっちかを釣って、1、5がクロス？3、6で占ってない方を占って、各城を作ってもらう作業をしてもらいたい。5番だったら 6?1 番だったら3でいいのかな？そういうふうにやってやるっていうのが普通の流れ。9番黒。っていうのが普通にやってもらいたいんだけど、それとも1号のロー見んの？っていうだけの話なんだけど。9番のあれはわかるよね。俺チャット打った後、いつ打ったかわかんないけど、レースらしようと思ってる人のチャットじゃないってことは多分わかると思うんだけど。だから8か2を釣って、こっちか釣って、3、6をクロスしてもらうっていう方法。クロスとっていうのやった方がいいよ。せっかく9番でクロス連れてんだけど。ってだけの話。6、8、2、3の中に、狼でライン切ったね。驚いたわ、俺。強人だと思ってた。プロですね。まあ俺もね、誤信かなと思って91のラン提示するつもりだったから、何なのかわかんないんだけど、監視を嫌ってたんだね、狼が。で、ちょっと変なシャットタイミングだから相方がかばいきれずにってやつのパターン見てたな。8か2を釣って3、6のクロスしてもらったら、それが一番いいと思うよ。8番のプレイヤーが発言します。いやー、わかんないっすね。これ、7番残せるのかっていうところっすよね。まあ、一応僕出ときますね、もう。騎士です、騎士。はい、太鼓いますか？太鼓。太鼓いないですね。いませんか？はい。じゃあ僕もラスラしますね。はい。というところで、まあ、4番がじゃあ騎士だったんでしょう。はい。これ、狼でね。じゃあ、僕思うんやけど、そうか。狼目線、狂人が1、5に出てるから4かめるのか。
だから9ローっていうのも不思議じゃないって感じですかね。いや、7新進行で行くなら、いや、2、8詰めっすよ。そうすると僕、村確定してるんで、自分で2なんすけど、許可超えちゃってんじゃないのっていう感じだから、クロスしてほしいなって感じですけど。いや、いや、でも僕、2のクルーズも拾えてないからな。いや、それと僕、安定進行で、やっぱ7行きたいっすね。うん。7の仕事も終わってることやし。で、7行ってもらって、明日、1号に結果出してもらったらどうですか？はい。今日は7行きましょう。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい。占いで、ちょっと潰し合うんやったら、7、ほんま深夜と思うんで、1号で、精査していくのもありかなって思います。それでね、まあ、ほぼほぼもう1、9がローで出てる時点でね、書くかなって思ってますんで、どっちでもいいかなと思うんですよ。で、5番が怪しいと思う点なんですけど、3番さん、あやこさんの方を、占う必要あったんかなと思って、まあ、発言的に言ったら、限りなくちょっと、まあ、白っていう言い方はまだ言えなかったですけど、白に近くって、まあ、言い方をしてて、怪しいってなったら、グレーの6、7、8やったと思うんですよね。そこを占えなかったっていうのは、ちょっと自分自身自信がなかったんじゃないんかなって思ってるんですよ。はい。4番さんに関してもね、5番さん乗っかってきてますし、占いに関しても、ちょっと真似事をされてる感じがするかなって思ってるんですよね。はい。7は、まあ、ほぼ真と見ていいかなと思ってます。8番さんに言ってたんですけれども。で、6番は、各白。なんで、僕としては、公募行ってもらってもいいし、まあ、僕、位置を行ってもらってもいいんですけど、僕が、まあ、僕、白、村陣営の方なんで、その後に、まあ、7番さんを見てもらってっていう形でもいいですし、5番から行ってもいいです。で、また、次は8を占って、2番のプレイヤーが発言します。全く話聞いてねえや、黒人ってやけど覚えてくんねえ、はい、もう。1番さん今、8占うとか言ってた。まあ、それはやめてくれ。まあ、クロスをしろって言ったら、なんか、俺を占うなってなるから、なんかまあ、あんま俺が言うことじゃないかもしれないけど。まあ、7番さんを残す進行っていうのも、まあ、別に全然ありだとは思ってるよ。昨日の8は多分7超えしてないだろうし。あ、てか、落ちてん。まあ、ちょっとまあいいや、そこは考えないで。騎士なんこれ。騎士でいいの、うん、どうすんのただ、ここ落として、ここが黒だったら、ここが黒だったらみたいなこうなっても、9で黒が落ちてるから、まあ、成り立たないんだよね。だから、7進の世界で考えると、俺目線は、1号がほぼほぼ新境になるから、6、3どっちかにローがいるっていう感じか。あ、騎士で考えんのこれ。ただ、ここはちょっと丸いのが申し訳ないけど、7になっちゃうから、私は7から行きます。安定でね。ただ、7が真だと、どちらといえば思っているから、9黒結果を信じて、まあ、1号新居で3、6に狼いるんじゃないかっていうのを、まあ、主軸に置いて考えたいと思ってるね。まあ、それが、なんか、逆のパターンもだけどね。7級が強人だった場合って、7級強だった場合って、1号が進路でしょ ?1 号進路だったら、2人いるからね。まあ、まあ、そんなところですかね。盤面精査だけですね。特に、6、3はあんまり俺発言拾えてないんだよね。1の方がローミアあるかなって思ってるぐらい、1号だったらね。3番のプレイヤーが発言します。はい、5番さん、私に白出しありがとうございます。なんだろう。まあ、1番をしんと見てるって言ったんですけど、私、村人陣営なので、まあ、これだけで決めるのはいかないんですけど、まあ、1号フラットで見てますね。で、9が黒でしょ？そしたら、7神と見てるから、で、8が騎士？でも4が騎士の場合もある。わかんないわ、これ。
マジでわかんない。どうしよう。でも2、2強人っぽいんだよね。2でいいよ。2で合わせてほしいんだけど。2が強人っぽい、ちょっと。1もマジで2でもいいから合わせてほしい。どこ釣るかわかんないや。誰か教えて。まあ、なんか。勝てんのか、それで。あなたたちは。勝てんだったらいいけど、勝てねえだろ。何考えてんだろ、これ、この村は。っていう。ちゃんと進行をマスターしてくれよ、もう。誰で来たわ。まあ、投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。あのさ、村のメンバーニーハちゃん何考えてんの？狼を探す気あんの？あなたらじゃクロストってのは分かってるはずだよな。9番と7番の星座がついてるはずなのになんでそれでやってんの ?6 番もそうだけど、6番は分かんないけど。2番と8番は何？狼探す気ないの ?7 級の星座もつかないって言ってんの？どっちかが狼なんでしょ？もうこれ。あのね、1、3、5、6、ちゃんとやれよ、ゲーム。クロス取ってるのやらなきゃいけない。俺が死んだんでしょ？じゃあ2と8を釣るんだよ。そして3と6をクロスして占うんだよ。俺を釣ったらもう全くそれが意味ないんだよ。勝てんの？これで。2と8は何を考えてんの？これ。7と9の生産がつかないって言ってんの？君たち。8番して2番を釣らなきゃいけない。2番の視点で8番釣らなきゃいけないでしょ。そしてクロスしてもらうしかないでしょ。それがなぜできないの ?7 と9の精査がつかずに安定進行いきますって、あなたたちふざけてんの？なぜそれができない？村はなんでそのまともな進行を取れないの ?7 と9で、俺の芯が圧倒的にあってもうほぼほぼ死んだのに、それを釣る進行を取るって何を考えてんの ?2 と8は。ふざけてんのこのゲームに対して。あの9番をシンと見てるってことなの？こんなことが決めきれないんだったら俺は怒るよ、本当に。あんなの明らかにし、礼すらしようと思ってる人のチャットなわけねえだろうよ。本当に進行方法しっかりやれよ。2と8するんだよ、どんなに白くても。わかるか ?2 番と8番をするんだよ、どっちかを。3と6をクロスするんだよ。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番のプレイヤーが発言します。はい、7番が、ほとんど確定やったのに、確定シーンやったのに、それで選んだ人たちはちょっとどうなんかなと思ってますね。審議はさっきやったんちゃうか、それかまあ28の審議かなと思ってたんですけど、6黒対抗ってことですね。2番さん2番さん見させてもらったんですごく白でしたね。はい、白で、白やった場合、5番と8番ありがとう、5番さんと8番さんで老化強化っていう感じで、見るべきかなと思って、8番さんが噛まれてしまったんでね、これはもう確実にこうかなと思ってます。ゴーガローですね。ゴーガローで終わりですね、これは。はい、6番さん、2番さんも白って見させてもらってますんで、とりあえず、ゴーで一回してもらえればなと思います。で、3番さんなんですけど、そうですね、もうまあ村人側って、まあ、信じてますんで、今までの発言で、まあ、2番さんももしかしたら騎士の可能性とかもあるかなと思って、1か5番まさかのローで5番さんですね。5番さん強釣りで決まり、ローですね。僕も見えてるんでローでお願いします。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。いや、7番にめっちゃ怒られたわ。
いやーこれね、負けたらね、クソ怒られるわ。まあ、負けなくても怒られるんだけどね。まあわかる、わかる。まあ確かにね、あそこは決め打ちたい気持ちわかるんだけど、落としどころでね、申し訳ないけど釣るっていうのもね、2番目のちょっと悲しい差がなんです。そこはまあ申し訳ない。勇気がなかった。それで真面目に考察すると、俺は一六狼だと思っている。一番さん、昨日、まあ7もめっちゃくちゃ言ってたじゃん。クロスしろって。なんでそれ守んないの？まあ俺の行動が怪しかったんでしょ？そういうのに訴えたかったのかわからないけど。現状残ってんのが、まあ、5三狼、もしくは1号狼、1六狼。7神で見るなら、9六狼、9三狼、1号神教が、まあ一番妥当だよね。で、この盤面多分、もう、騎士もほぼ露呈してる状況で、狼が黒を打たないことはない、と思っている。で、俺は、6、7神で見てるから、5、1は、神教、偽は黒。打たないんじゃないかなと思って。7神で見てねえじゃねえか、お前。何言ってんだよ、こいつはよ。だから7神で見てるやつは俺釣り寄せなんて頭おかしいんじゃねえか、お前。何言ってんだよ。だけで飲み会にしろよ。神で見てるやつを釣り寄せてるやつが神で見てるなんて、言ってんじゃねえよ、マジで、マジで。どっちが神なのか。マジで、それ、どっちが神なのか。お前の言ってることはなんだよ。この2番の言ってることはよ。俺を釣ってて、俺を神と見てます。どういう発言してんだよ、まずよ。わかんないし、もう、村がちゃんとしねえからなんだよ。俺の言ってる信仰通りやれよ。とりあえず、どういう脳内してんの？一とこに大神が出てるとでも思ってんの？一番も信じたい。何も考えねえから負けるんだよ、村が。いいのかわかんない。これ投票、マジでわかんない。どうしよう。今日続釣るのかもわかんない。本当によ、何通進行してんだ、8番がよ。2番釣るんだよ、何があっても、狼でも何も村でも。俺を死んでおいて、クロスしてもらえば終わった派のゲームなのに。どうしよう。わけのわかんない進行を取って、もう6にしよっかな。7を進と見てる奴がなんで地釣りしねえんだよ、この2番はよ。進行ほぼわからない奴らがいたら負けるに決まってんだろ、この進行ほぼわからないよ。まあ、投票結果から見て。何考えてんだ、進行ほぼわからない奴らがよ。高かったんですね。進めが高かった。お前もう死んだらちゃんとやれよ、俺が言った通りにやれよ。7を残す進行を取るためには2番でも8番でも釣らなきゃいけなかったんだよ。2番占い師に入れてる場合じゃないんだよ。7番さんに。負ける原因だぞ、こんなゲームですらロラしてるっていう状況じゃ、もう、まあ。6番さんからしたら。ほんとふざけてるぞ、こんな状況で。あれですけど。私はちょっと今日、6、6いきますね。もう黒出ちゃってるんで。で、もう、これで終わりだと思ってます。1番さんが、強靭だと思ってます。96のラインで、見えたんで。でも、もう次多分、噛まれちゃう。あ、噛まないのか、あえて。いや、もう終わるでしょ、うん、なんで、まあ、ちょっと6枚いってください。慣れてない人が多すぎて困るわ。1、3、5、6とか慣れてない。プレイヤーが発言します。9の黒出てるから、俺が死んだらもう終わるから、ゲーム。はい。私に明確に黒を出してきた、もう5番さんしかないと思ってます。そうですね、もう、5番さん落とせば、もう、勝てる。村勝てる。ということで。3番さん、俺なの？ちょっとわかんないな。でも、もう、これ、3番さんに入れないと、3番さんじゃない、5番さんに入れないと、もう負けるんですけど、もう、ね、明確に、進行方法が分かってなさすぎなんだよ。7進と置いて、8と2がもうイカれた発言してんだから8と2を釣り切るんだよ。釣るんだよ、こいつらを。進行方法が分かってないんだよ、もう。お願いします。村がなんで真の霊能を助けないんだよ。黒しとってたら黙って2か8に入れろよ。従わない奴らでどうなってんだよ。何考えてんだろう。まともな進行してる霊能で、絶対的なほぼほぼ死んだ人を釣るって言ってる奴らなんて、もう釣ればいいんだよ、こんな奴ら。二度恥なんて、もう。
それをやらないで、真の霊能を守らないからこうなるんだよ。まあ、誤信なら終わるだけの話だけど。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。村人陣営の勝利です。信じてくれてありがとうございました。はい。